1つ結びアレンジなんですが、トップに2つくるりんぱを入れることでちょっとデザインが入っておしゃれ見えするアレンジになります。皆様こんにちは。仙台でヘアメイクをしておりますゆっと申します。よろしくお願いいたします。今回は簡単な一つ結びのアレンジのご紹介です。トップに少しデザインを入れたことでおしゃれ見えするアレンジになりますので、ぜひ動画を見てやってみていただけたらと思います。ベースは絹糸のストレートアイロンで、毛先の方は内巻きに巻いておきます。ではアレンジを始めていきます。まず左右2つに割って、そのトップの部分をくるりんぱしていきます。一度結んだらゴムを少し下にずらして、その上に穴を作って毛先を上から下に通していきます。少しゴムの結び目を押さえながら引き出してほぐしていきます。そしたら反対側も同じようにほぐしていきます。2箇所くるりんぱで留めたら、あと残りの毛をすべて集めて結んでいきます。でゴムの結び目を押さえて周りをちょっと緩めて引き出していきます。顔周りのくれ毛もカールをつけて巻いておきます。このゴムの結び目が見えちゃうのが気になるときは、こういうゴムに差し込むポニーフックっていうアイテムとかもあると便利かと思います。結んだところに金具を差し込むとゴムが隠れるので便利です。仕上がりはこんな感じです。簡単な一つ結びアレンジなんですが、トップに2つくるりんぱを入れることでちょっとデザインが入っておしゃれ見えするアレンジになります。